株式会社横浜スポーツマンクラブは、神奈川県横浜市ほどが役に本社を置く、種目複合、住宅隣接型、複合型スポーツ施設の経営会社。ゴルフ場の横浜カントリークラブを経営する、株式会社横浜国際ゴルフクラブの100%子会社である。1958年から始まった、横浜カントリークラブ一体の開発に付随する。 形で開発が始まった。JR 唐突海駅西口資金の33万坪敷地内に、横浜カントリークラブに隣接して、ゴルフドライビングレンジ、ローンテニスクラブ、一般向けテニスコート、フットスクエア横浜フットサルコート、サッカーグラウンド、レストラン等の経営を行っている。なお、サッカーグラウンドはもともと、横浜太陽ホエールズの2軍の練習会場。 ホドガヤ太陽球場として使われ、その後1986年にホエールズ総合練習場が横須賀市に誕生、移転したのに伴い野球場からパターンゴルフ場に一度転換した後、1994年から当時の横浜フリューゲルスの練習場、トツカトレーニングセンターとして、ほぼ現在の形に整備されたものである。フリューゲルスが、 マリノスに統合されてからも F マリノスの練習場として使用した後、2006年から横浜 FC と賃貸契約を結び、横浜 FC レオックトレセンとして4年間使用していたが、2010年に横浜 FC が西谷に練習場を移転後は横浜スポーツマンクラブが運営した市民解放型の貸しグラウンドとしたが、2013年から横浜 FC の関連一般社団法人、 横浜 FC スポーツクラブと賃貸契約を結び、株組織を中心に再び、横浜 FC の練習に使われることになった。アクセスは、自動車利用の場合、東京都から30から40分、横浜市内主要部から20分、JR 唐突海駅から5分。ありがとうございます。